ようこそ、NCFTVA。世界で一番脱炭素に熱い男、雄大です。今日はですね、このニュースでいきたいというふうに思います。Google の OS 導入で次世代の車開発へ。皆さんですね、運転中にナビとか使用されますよね。でそんな皆さんの中でも、 精度は Google マップが一番と思われている方も多いんじゃないかなというふうに思います。事実、車の中にです、ね、携帯スタンドを設置して、でご自身のです、ね、携帯をこうそこにはめてです、ね、その携帯の Google マップをナビ代わりに使われている方も多いと思います。 私自身ですね、あの今、トヨタの車に乗っていて、あのそのナビ使ってるんですけど、でこれ、自動アップデート機能のもついてるので、とまといい機能のやつなんですが、一方で、自動アップデートしてるそのナビよりも、ですね、まあ、妻が助手席にいるときは、妻の Google マップでもナビお願いしてるんですけども、比較すると、やっぱり Google マップに一律の腸があるかなという実感を持ってます。 あの地図のアップデートもそうですし、最短経路もというところで、やっぱりまあ衛星いっぱい持ってですね、あんだけやってるグーマップ強いなというふうに思うんですけども、さてですね、そんなグーグル、実はあの車用の OS というのをすでに開発してます。その名も、Android a u オートモーティブ、まんまですね、車の Android でこれはですね、スマホ用に設計された OS を自動車用に最適化したものになります。携帯だと皆さん使われている Google のサービス、例えば Gmail、それから Google Chrome、Google Map、Google Assistant、それから Google Play といったですね、まあ、さまざまアプリありますよね。で、アプリをですね、集合体として呼んだサービスというのを Google モバイルサービス、まあ、GMS というふうに言うんですけれども、で、今回、これに匹敵するバンドルとして、 自動車向けにはですね、Google Automotive Service ということで、GAS というのをまあ用意、Google がしました。で、この GMS と GAS はですね、閉じたクローズドなソフトウェアセットとして、まあ、ライセンスを取得したメーカーだけにまあ提供されるサービスになってきますと。で、ちょっとここまで行くと分かりづらいので、分かりやすくですね、皆さんのイメージしやすいように説明をしたいなというふうに思うんですけれども、携帯には例えばその Google アシスタントってありますよね。音声入力で、まあ、ユーザーがその携帯にですね、何々、えー、これってどうなの って聞けば、まあ、携帯が情報を提供してくれる、まあ、そういうい便利な機能です、すこちらが、じゃあ、車に、この GAS 搭載されるとどうなるかというと、例えばですね、車の中でこの Google アシスタントを使用すると、まあ、運転されている方は走行中でも音声コマンドによって、まあ、安全にですね、各種システムっていうのを操作することができます。なんで、もうボタンを押すとかではなくて、喋るだけで操作ができるようになると。で、例えばなんですけど、まあ、このナビゲーション、当然その Google の OS なので、まあ、Google マップと当然連動しますが、この Google マップっていうのを使用する するとですね その運転されている方ってのは、まあ、リアルタイムにまあ交通状況、それから自動ルート変更、それから車線案内などの情報によって、まあ、目的地にスムーズに到着をできるようになります。で、当然ですね、しかもその音声だけでまあここに目的地に行きたいといえば最短経路も Google マップですか示してくれるので、音声だけで目的地までのスムーズな行き方というのを Google が案内してくれたりもするわけですね。で例えば Google プレイを使用すると、まあ、運転されている方は音楽、それからポッドキャスト、それからオーディオ ブックなどを聞くためののお気に入りのアプリに、まあ、車の中から音声だけでアクセスできるようになりますとこうしたでさ、ね、まざ、あ、まなアプリというのは Google の車用にですね 体的化されれてあのシステムにに組み込ままるという形になりますで、EV 化の進展とともにですね、自動運転やまこうした車のソフトウェアの導入というのもま一つの論点になってきます。まあ、テスラなんかはですね、そのソフトウェアが自動的にアップデートされるというのがま一つ魅力になってますけれども、これ、Google なので当然、随時ですね、ソフトウェアアップされていくという形になってくるので、そこはですね、やっぱり Google 強いなというふうに思うんです。で、まあ、こうしてみるとですね、完全に Google 車のソフトウェア、ここをですね、 取りに来ていると,かかとうう、ね、5G が進展をして、まあ、自動運転、当然それに応じて進んでいくという形になりますけれども、そうなると、まあ、先ほどはですね音声だけでまあ目的地までの,その経路を、まあ、Google マップが示してくれて、あくまで運転はまあ運転手さんがという形になりますが、自動運転が進展していけば、ですね、まあ、音声だけでもどこどこ行きたい、最短でお願いといえば、ですねそれでもう車がビューンと行ってくれるようになる、まあ、そんなですね予感が。 するこのニュースになってますで実はこのアンドロイドオートモーティブ、もうすでにですね、ボルボやステランティス、それからルノー、ー GM などの自動車メーカーは採用していますので、ただ今回、まあ、新しいニュースというのはですね、 アメリカ大手のフォード、こちらがですね、google と提携をするというニュースが今回飛び込んできました。で、これによるとですね、フォードとまあ、リンカーンと写真があるんですが、リンカーンの新型車は、2023年からこの Android オートモーティブを、まあ、システムとして採用するという予定になると。で、それ以上に今回新しいのが、このフォードですね、google と6年間の契約を結んで、もう2021年の後半からですね、google クラウドプラットフォームを利用するとも、まあ、アナウンスしたんですね。で これによってフォードはあのデータ、それから人工知能 AI ですね、それから機械学習における Google ノウハウっていうのを活用することができるようになります。また、クラウドサービスを利用して顧客体験というのも向上させることができます。フォードは2022年に自動運転関連のビジネスを開始する予定ですけれども、えー、その際にですね、クラウドを利用することによって自動運転してる車のです、ね、トラッキングとかデータ収集っていうのを効率よく行うことができるようになるので、それによってですね、顧客へのサービスというのをこのクラウドを通じたその 情報、これを利用することによって常時ですねサービスの向上させることが可能になりますまた今回のこの提携 EV ユーザーにとってもプラスのメリットがありますフォードがですねマスタングマック e という車種でですねあの勝負を EV の世界でかけるというのはこの車種のですね、スペックの詳細説明を含めて EV の世界トレンド最前線という動画ですでに詳しく扱っていますけれどもこのフォードの 新 EV にですね、今回の,の Google の OS を載せるとどうなるか。EV のです、ね、運転手の方にとってですね、充電ステーションを見つけて効率的なルートを探すということは、まあ、今後、当然重要になってくるんですけれども、えー、Google はですね、最近グラフ理論というのをです、ね、利用して、自動車用のマップのルート計画を最適化する新機能というのをアナウンスしてるんですね。で、この機能は車両のバッテリーの充電状態と最寄りの充電ステーションの状況をリアルタイムに把握するもので、 EV の運転手さんにとってはですね、非常に役立つものになっています。なのでまあ EV これ搭載されてくるとですね、まあ、かなり強いコンセプトになってくるかなという意味においては、このフォードの車、かなり注目になってくる、今後になってくるかなというふうに思います。ちなみにですね、これまでの車搭載用の音声認識システムは、 コンピューティング能力が限られているので、本来の機能というのは制限されてきて、そうされているんです。そういうふうに言われているんですけれども、えー、Google や Amazon、それから Apple のシステムというのは、クラウドの力を活用して、よりです、ね、自然言語処理に近いものを提供することが可能というふうに言われています。やっぱりですね、GAFA、このあたりは強いなという印象があります。ということでですね、まあ、以上ですね、今日のニュースはこの一言でまとめたいというふうに思います。車も OS によってサービスが大きく変わる時代の始まり。はい。 かなりですね新しい幕開けになってくるかなというふうに思いますそしてですね続いて今日のですね Today's t o p i c の方に参りたいというふうに思いますそれでは Today's t o p i c の方に参りたいというふうに思うんですけども今日この3つですねまず1つ目は先ほどの話題と親和性ありますけれども Amazon とですねそれから携帯のまあ、昔流行ったブラックベリーですねこちらがあ自動車用のデータ基盤構築というのをするというニュースですねこちら日経新聞のニュースになるんですけれどもまあ,あのこの発表自体は12月にすでにされてたんですけどもまあ、その深いところについても日経が扱ったというところで ですが、まあ、いよいよアマゾンもですね、まあ、自動車のところ動いてきてるなというところ、連関性があるので、今日あの取り上げさせていただきました、それから2つ目のところですけれども、これはですねあの、まあ、家庭用の蓄電池ですね、まあ、結構これまで高いとされてたんですけどもこの、その価格を下げにいくよというところで、政府の方が動いてますというところで、ですね、まあ、よりですね、まあ、あの防災対策とかでもあの蓄電池入れられる方、いると思いますし、まああの、屋根上の太陽光とか載せてる家はです、ね、まあ、これを活用すると効率的な電気運用ができるので、まあ、いいニュースかなというふうに思います。それから、ね ですね再生可能エネルギー、今世界どん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 広がってますけれども、アメリカにおいては風力発電、これがですね1日での量、それから1時間のです、ね、発電量、これがレコードを更新して、1日の量はですねなんとアメリカ全土の1日の使用量の17%風力発電がもうかうようになってきたということで、かなり再生可能エネルギー増えているなと、まあ、これ価格も安いんで,で、すね、まあ、アメリカだいぶ脱炭素進んでいるなという印象のニュースになります。えー、それからですね、まあ、我々のエナシフのサイト、アプリの方にはですねこれ以外もさまざまですね、オリジナル 記事もありますのでぜひそちらをご覧くださいそれから2月10日のですね水曜日18時からですね我々今回ですね 3000兆円脱炭素ビジネスの幕開けグリーンマネーはどこへというですね、討論のライブイベントというのを開催します。あの、ビッグネームの方たちも呼んでますのでですね、ぜひですね、そちら見ていただければというふうに思いますし、このチャンネルで扱いますので、ぜひですね、これを見ている方はチャンネル登録よろしくお願いします。ということでですね、まあ、恐の金も動くということで、脱炭素楽しみですね。それではさよなら CO2、また次回。